はい、どうも皆さんこんにちは。今日886回目で大阪の学習会に来ています、岡山、高知、大阪という移動してきまして、今日3日連続の最終日です。で今日ですね、やっぱり雨降らないで1日で関西の方だいぶこう荒れるっていう天気予報だったんですけど、まあ、いつもいると晴れるんでよかったなということですかね。で今日ですね、高橋さんに来ていただいてるんですけど、初めて来られてハワイのに住んでる方から、はい、まあ腰痛の治し方があるんだということでお話聞いて来ていただいたらしいので、はい、どういう経緯で来ていただいたのか、はい、ちょっとお話しいただけたら嬉しいかなと思います。はい、ハワイは12月の10日毎年ホノルルマラソンがあって、でハワイの友達からそれを誘われたんですね。で実際私は腰痛があるしぎっくり腰もしょっちゅう起こるので、それを断ったところ、赤井先生の本を紹介していただいて読みました。で実際はやっぱり読んでるだけじゃちょっと分からなかったので、その位置とか強さとか分からなかったので、来てみたいなと思ってやってきました。はい、でやってみてどうなりました？なんか今日本当に柔らかくなりました。で強さもよく分かったので、これから家で実践していきたいなと思いました。どっか痛いとかは？痛いのはやっぱり坐骨神経痛って言われたことがあって、前かがみになると足にしびれが走るっていう。今もなるんですか？ちょっと前まではあったんですけど、今日は大丈夫ですか？大丈夫でした。あ、そうです。あ、よかったです。はい、あとぎっくり腰もしょっちゅう。あ、じゃあ全部ね、さっきお伝えしたんですけど、はい、やることをやるとぎっくり腰も行わなくなりますので、はい、やってみてください。はい、はい、では皆さんもマラソンやりたいということでやられてる方もいらっしゃるので、困ってることあればね、まずはサポートセンターに連絡していただければ対応しますので、連絡いただければと思います。はい、では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。